It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? Are you? Are you? こんな人いないんで、これ。あ、本当ですか。本当ですか。もうちなみに、はい、YouTuber さん的な名前を使うんですか。あ、チャンネル登録する方も。やべ、計り師が出てきた。じゃあ何分で作れるってちょっと言ってもらっていいですか。宣言。電話が入るとちょっと遅くなった。じゃあもう僕ら溜まってるんで。いや、ちょっとね、黙ってると絵的にね。黙ってたのですか。1分ぐらい。モンマニモンマニです。今回はお兄さんは5回目。モデルの達人と。お姉さんは初なんですよ。初の。はい、初めて。何度か。過去カップルの時。言っちゃってるんですけどね。過去カップル言うとります。ちょっと年上。そうですね。3歳。ちょっともっとあれなんですよ。そうそう、占いですね。多分同い年ぐらい。あ、いやちょっと下ですね。27。そう。お前1回当たっただけでお前大丈夫で24。4です。断固したよ。これで使わせていただきます。いや、結構今の時代の引き算したら分かるんですよ。今カットでお願いします。ケンタロウさん、ケンタロウさん、これは驚かないですね。ケンタロウさんでもケンシ、センタだ、ケンゴ。え、その勢いで行くんやったら。え、あ、普通にケン。あ、そうか、その勢いで行くの当たらねえわ。なるほど。お口が、目元も特徴あるんですよ。いい笑顔です。そうですね。あとトークも、トーク、僕さっきツッコミにされましたから。営業職かなんかですか。あ、僕は営業職。 CA さんもですか。保育士です。違った。保育士の免許でキャビアテンポしながら保育やってるの。飛びながら。そう、飛びながら。そういう施設なんか飛行機。それちょっとそういう喋らせる。私にバレる。ちょっとですね、ついていけずというか。まだまだちょっとちょっと、はい、すみませんが、急いで。大体口変えたらもうできるんですけど。何かにをかける。珍しいですね。ですね。珍しいよ。カちゃん。56人出会ってた。え？出会いすぎ。めっちゃ女の子に出会ってます。1個しかない。パーから始まる女の子に会えたり。出会ったんですよ。投げやりに。して名前交換。ジェラシー出さないんですけど。あ、大谷大谷ですか。彼が違う。新潟。あ、星光以外なんて言うの。星光っすね。終わりました。話終わりました。追求するとこ間違って。星光なんですよ。口を、口を、口を、口を大きいですね。笑うと。いつも言われるんですけどね。ノリ良すぎでしょ。ノリが良すぎる。ノリが。エディーマーフィーみたいなやつ。そうですね。今知らねえぞ。つぼってます。知ってますよ、エディーマーフィー。エディーマーフィーやれちゃう。エディーマーフィーってやれよ。エディーマーフィー。え、あ、黒人です。すごいよ、エディーマーフィー。何だっけ、エディーマーフィー。これあれちゃう。エディーマーフィーってやれやん。口着く。あの、コモンのやつちゃう。いや、これでいいんだっけ。最近話題のエディーマーフィーって誰やん。エディーマーフィー調べたるわ。ミシがさ、ダンスノリが顔じゃないっす。口が上手っすよね。お姉さんともすごいいい相性。いい相性。フィーリングは、フィーリングだ。フィーリングですよね。フィーリングフィーリングだ。あれ、なんすかこれ。これは編集するんですよね。そうなんですよ、編集するんですよね。それ、もしかして
会話なし。面白い、それも。それは面白いですね。僕らの喋り上回られる。もうね、あの、YouTuber ネームですか。あ、そうですね。チャンネルをちょっとご覧いただければね。楽しさもね、伝えないです。チャンネル登録者しか。モノミザトみたいなのですね。モノミザトですね。ちょっと静かにしてくださいね。すごい。完全に天然ですね。え、この鼻もしっかりしてるんですよ。エクボ出るんですね。あ、そうなんですよ。この年でもちょっと消えなくて。年で消えますね。笑い方がいい。刻まれていって。出会ったことある。なんか出会ったことあるような。ないと。ないですか。この大阪の中のどの辺ですか。堺。出会ったことなかったです。どの辺ですか。あ、もうここなんですよ。ほぼ。え、もうこの辺。え、いっぱいいましたね。行こうか。ということは。ヤンキー多いですけど。ヤンキーちゃん、ヤンキーちゃん、そうですね。真面目な。ですよね。心あります。いろんなところに。ここにもある。え、しかも尽くしてくれるんですか。なんでこんな喜ぶ。いいですか。すごい。行きますね。仕上がり。の、はい。めちゃめちゃ不細工。めっちゃうまい。突っ込まれた。すごい。うまっ。突っ込みすごかったですかね。今までの。今までの笑顔いただいて。すごいよ。てるんです。並べてくる。もしかしてやけど、こっちの元コンやったっすね。それ、運言っちゃうんすね。ここで完結しますから。めっちゃうまいな。これはちょっと、ほんまに嬉しいです。喜んでいただけた。はい、ありがとうございます。すごい。あ、これ、これヒゲってことですか。いや、唇。あ、唇か。ちょっと長いですね。あ、ほんまや。なんか学校そういう系やったんですか。学校美大でした。あ、美大？芸術センサーのやつじゃん。A とか。あ、あるんですか。あ、絵心全くないです。あ、ほんとね。思い出したからね。はい。編集しやすいです。ありがとうございました。さすが。編集しやすいですよ。な、2回言ったら。お姉さん、肌綺麗ですね。何もしてないですよ。何もしてない？あの、たっぷり、たっぷりタイプの。そうです、よくしてますね。こんないっぱいボトルにしてください。あ、そうです、そうです。それ知らんすよ。綾瀬はるかさんぐらいですよね、肌の。やだ。キムホマさん。ほんまに今のやめて。関西臭すぎて。関西のちょっと。関西より出していかないと。出してください。あの、え、ちょっと遠くないですか。高いっす。ほんまに、あ、僕が身長その高くて。65センチ。バレーボール。はい。おお。あ、そういうこと、それのつながりはそこ特にないです。あ、ないです。あ、たまたま。あ、すごい、ブレないやつですか。これいいって言われないですか。私、ビュー、私、あんまり。あんまり。カエルみたいな声じゃないですか。え？なるほど、これが。エグザイルにとっておいしそうな、ほんまに書いてくれてるんで。エグザイルいますね。エグザイル充実されたから。今俺の顔がだからいけそうって。めっちゃ男前に書いてくれてる。そこ流す。そうそうそう。YouTube したり。そうそうそう。なんか動物とか。動物。カラコン入れて。めちゃめちゃ白くなるんですよ。あ、なんかで。アマゾンで。3.7。この辺まで見えるんですよ。もうめっちゃ見えるんで。怖っ。怖いです。全部見えるから、ちっちゃいやつこれですねとかならないんですよ。あの、じゃあ、あの時の建物の中の方も見える。あ、中の方の髪の色とかも多分分かる。なぜか解説する。やっぱり楽しいんでしょうね、お兄さんと言って。あ、そうですね。よく言います。そこめっちゃ主張しますと。楽しちゃう。あ、似顔絵です。あ、そうなんですか。時間かかる。チューズね。さあ、なんか音繋がっちゃう。なんか繋がっちゃいました。できました。すごい。初似顔絵。いいですか。では仕上がりいきます。の、はい、こんな感じで。うお、はい、2チョル出た。2チョル出ました。2チョルいますか。似てる。似てる。こんな、なんでそこだ。気持
なんかあれやな、俺の方が二分。なんか多分ここ変えてへんからっすわ。ちゃんとこうクッてしてくれてるから。だからあの空。2人の世界に2人の世界に入ったなんか歯ガタガタのところを あでも似てます、似ておりますお二人とも。見てください。あ、面白かった。あ、よかった。勝手に楽しみました。お姉さんもそういった感じなんで、僕のアップルっていうのが一番聞いてましたよ、ね、お姉さんの発想。頑張れ。これで、おお、でもいいっすね。ハートうまっ。こんな感じでいいですか。男性感のクオリティのハートちゃいますか。あ、よかった。そういうの書くと、すぐに飲まないですか。え、そっから始めますよね、時代とか。したかった、したかった。ですよね、え、線をまっすぐですか。違う、違う、違う。あ、でも、ね、そんな練習か。から練習しますよね。チャンネル登録しますね。僕は多分嬉しい彼女が、はい、ぜひ。これ誰書いてんの？風呂上がりなんだ、じゃこれ。最後ってる。みんな元気でね。バイバイ。真似がクオリティが高い。髪の毛やった。そうです。タオル巻いてるわ。いや、だよ。リボンやし。街角スケッチ見たら、お頑張ります。本当に。え、やっぱあれあれですか？SEO って何じゃん。何すか？ SEO SEO とは SEO やっていかないとお願いですけど、あの、先生、はい、そう、もう終わって完全にフェードアウトしてじゃあ楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。貴重なお時間です。貴重なお時間ですよ、本当に。すごい有意義でした。よかったです。今日はすいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、すいません、ありがとうございました。あの、絵忘れてます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日は第4弾です。ということでね、今日はですね、アドの地元に花さん来ていただいたんで、家の近くの近くのカフェ、近くのカフェでね、ということで、はい、面白い人にまた発見しちゃいました。面白かったです。今回も素敵なお二人でした。お笑い芸人みたいな。そうです。営業されてますかって言ったら営業されてました。僕ら結構当ててます、ね、占いもできるじゃないですか。あとも、ハッピーな人に出会って出会いましたね。毎回ハッピー出会う確率が高いのか、それともはたまた我々があまた今後も、どんな方たちに出会えるか楽しみですね。また来ますよ。海外から来日される。来日されるんですよ、あのね、某某国の、はい、ということで、本日のライブスケッチはじゃあここまで。はい、ここまでですね。ということで第4弾でした。はい、また持ち方スケッチ、はい、お準備していきたいと思います。ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ面白かった方、グッドボタンお願いいたします。そしてこの動画まだまだね、100回200回続いていくはずです。そうですね、チャンネルはずっとやるんで、ずっとやるつもりです。60歳までやります。やりますやるんで、ぜひチャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いします。お絵かき楽しんでいきましょう。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。
the door, it's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same. 我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、インスタグラム似顔絵花で検索していただければたくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なのでこちらのインスタグラムのダイレクトメッセージからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキッティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵かきうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね、更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。